出産したばかりで大変だけど、キュービを完全に抑え込むよ。リナコ様、タジ。四代目ホカゲミナト、人中力から離れろ。この子の寿命は一分で終わる。クシナ、さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ、ミナ。俺は最高に冷静だ。よかった。ナルトに怪我はない。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービーを引き出し、この葉を潰す。何だと。ナルト、少しの間待っててくれ。今すぐ母さんを助けに行かないと。お前は、渦巻一族とキュービの人中力だったお前だ。こいつで殺してやる。ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。口寄せの術。おかげの名において里の家族を守る。それが今俺がやるべきこと。ひるむな。キュービを倒せずとも住民たちの避難のためにここにできるだけ足止めし。ここはやらせない。
前の相手は俺だ。そして終わった。こっちの攻撃がすり抜けた。しかし実体化しすぐに俺を引きずり込もうと。どちらにしろただものじゃない。キュービのコントロール能力と二代目や俺以上の時空間忍術、そして危険な思想を併せ持つ。ここでケリをつけておかないとこの先キュービ以上に厄介なことになる。すでにお前らに希望はない。どっちの攻撃が相手より一瞬早いかで決まる。油断も隙も、この体のどこかにマーキングを。これでキュービはお前のものでなくなった。忍法口寄せ、いでよ忍法を得んな。キュービか。分かった。変化。伸びよ。さすが四代目火影。この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者、槍はいくらでもある。ひどい。口寄せの術、これも四代目だ。少しの間キュービを抑えていてくれ。いくらわしでもこいつはそう抑えておけんで。これほど大きなものを飛ばすのはそれなりのチャクラがいる。私はまだやれるわ、ミナト。ここまで重いチャクラだとは。よし、あとは八卦封印だ。キュービをナルトに封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。クシラ、大丈夫。
好き嫌いしないで、いっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日ちゃんと入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。それと最近で問題なのが女、母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。もっと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 本当にいろいろなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。